法案堂、撮影、2002年10月法案堂は、静岡県富士宮市にある、日蓮昌州総本山大石寺にある道具で、三影堂よりさらに北側に建設された、本門階段の大井戸本尊を秘蔵する、大殿堂である。この建物は、終始建流750年を記念して、本門階段の大井戸本尊を安置するために、建てられた。大石寺第67世。 日券の第2000年4月に着工し2002年10月に完成し脱経法要が行われたこの場所にはかつては創価学会の寄進により建設された商本堂が建っていたが創価学会が破門されたことを契機として同会員が日蓮召集の新都市閣を創出した翌年の1998年に 本門階段の大井の本尊を法安殿に潜在した上で、小本堂を解体し、跡地に建設した建物である。法王建築面積12,988平方メートル、高さ55メートルと、奈良東大寺大仏殿がすっぽり入る大宗教建築で、内部は、保守が着席する大道史跡をはじめ、新都跡5 0 0 4跡と、 畳約約240畳分の総侶席が設けられている。建物は手前側に公開門があり、門をくぐると、テラシ新庭が完全に広がる。聖天寺は、テラシ新庭を縦断する正面の通路より入場するが、宇天寺は左右の回廊で風雨をしのげるように工夫がなされている。中に入ると、遠心閣と名付けられた前室があり、ここを通って堂内に入る。 暗示したて祀るところの階段内ご本尊はあくまでも、秘仏ゆえに、信徒以外の入場は許されず、道内はあくまでも、蔵である。蔵であるがゆえに無駄な装飾もなく、本尊に水や敷火が備えられることもなく、信徒は、特別に蔵の中に入って間近に、ご本尊を拝むという形式であるゆえに、ここにおける、礼拝の儀式は、内拝というのが正式である。 建物南東側には調整地と駐車場があり、駐車場の北側には日本庭園がある。趣味団には都市が置かれ、内部に本門階段の大井の本尊を安置している。趣味団は二重の自動式の扉があり、本尊を守るために大手金庫の金庫室と同等の防災設備が整っている。趣味はサンスクリットのシュメールの音訳である。仏教の世界観では、 世界を治めた宮殿型宝塔が向かって左側には日蓮のシャリハイ骨を治めたシャリが安置されている。内肺とは本門階段の大井ご本尊を内々に拝すること。日蓮招集では誤解費と称している。本門階段の大井ご本尊は一般に向けて公開されているものではなく、光線ルフの暁まで厳重に守り秘蔵するものである。現在、 日蓮昇州の信徒以外の者がこの建物の中に入って本門階段の大井御本尊を内廃することはできない。内廃はあくまでも保守の特別の許可によって行われるものと競技場は位置づけられており、信徒も内廃するには内廃権の交付が必要である。御宝像は大石寺の客殿の北側に位置する同時の宝物を所蔵する蔵である。 1955年11月に、総価学会会長、戸田長生の寄身による、法案伝ができるまで本門会談の大井御本尊が、秘蔵されていた。本門会談の大井御本尊は、ご法蔵から法案伝へ、そして小本堂へ移され、1991年の、総価学会の日蓮召集からの波紋と1998年の、小本堂の解体により、一時期、 改築された法安殿へ移されてから、現在の法安堂に安置された。1958年3月の大行動、落成法要終了後に行われた、記念登山会の折、本門会談の大井御本尊が特別に、法安殿から大行動に遷座され、登山会終了後に、再び法安殿に遷座された。ありがとうございます。